川崎ジョッキーズゲームカップ。この動画では川崎競馬所属ジョッキーの皆さんにさまざまなチャレンジをしてもらうシリーズです。司会進行、普段はレースの実況を担当しておりますアナウンサーの百瀬です。よろしくお願いします。そして一緒に盛り上げてくれるのは川崎競馬スパーキングトークライブでおなじみのこのお二人です。はい、声優の前田玲奈です。そしてはい、タレントの稲戸美奈穂です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。この動画は川崎競馬所属ジョッキーの皆さんにさまざまなチャレンジをしてもらうシリーズです。今回は18名の川崎所属ジョッキーの皆さんに4つのグループに分かれてもらい対戦してもらいます。前田ちゃん、稲戸美ちゃんにも一緒に遊んでいただくという形になっています。最後に各予選グループの勝者で決勝ラウンドを行い、栄えある第1回のチャンピオンが決定いたします。なお川崎ジョッキー全員で19名なんですが、中越流星騎手撮影日は期間限定中、門別に開催をしています。ではご紹介しましょう。予選グループ A は今野忠成騎手、岡村博騎手、三林堂信彦騎手、坂井忍騎手、古岡優輝騎手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ベテランジョッキー4名に若手の古岡騎手ということで、古岡騎手緊張してますか？はい、すごい緊張してます。ももちゃんも緊張してますよね。してますね。カチカチですよ。前れなちゃん言えてなかったです。ちなみに河野会長、川崎競馬の公式 YouTube 非常にたくさんの方に登録していただいてるんですけど、見られたことありますか？はい、あります、ね、ほんまですか？ほんまですか？開催中ですけどね。あ、そっか。アーカイブもね、残ってますから。あ、そうですね、そう、見られます。見ていただきたいと思います。機会がありましたら。はい、お願いします。皆さんには事前にアンケートさせていただいて、中堅以下の世代の騎手に義理のお父さんだったらいいなと思う騎手は誰かというアンケートをさせていただいて、このグループだと、坂井忍騎手に1票、選んだのは桜井浩輔騎手。嬉しいですね。可愛いやつですね。忖度したな。忖度。いろんなことを教えてくれそうって。いろんなこと。なんだろう。あと岡村博樹主義の一票入っております。誰だと思いますか？答えたのは。いや、わかんないです。やって外れたら大変だもんね。恥ずかしい。本田則忠騎手。意外ねえ、何でだ。面白そうって書いてくれたみたいですよ。あ、そうですか。はい。普段交流っていうか結構遊んだりとかあるんですか？いや、ないです。あ、ないですね。あ、そうなんだ。だから意外なんだ。なるほど。ちなみに、結婚といえばやはりサンリード騎手。おめでとうございます。ありがとうございます。新婚生活はいかがですか？でも家にいないですからね、あんまり。仕事で、だから結構、まあ、別々みたいな生活を。だからなんかお付き合いしてる感覚です、今だに。なんかそれはそれで、だから2人でよく話すのが、結婚したけど結婚してどうみたいな、感覚どう、大して変わらないみたいな。じゃあずっとラブラブな感じなんですか？まあ新鮮さはね、あります。ちょっと女子で盛り上がっちゃうんで、これでちょっとキュンとしちゃう。まあ、風呂隠しまだ若いですけど。そうですね。結婚願望なんて、まだ、とりあえずあります。とりあえずあります。どんな女性がタイプですか？え、いや、喋ってくれる方で十分です。はい。あんまりお金の使わないな。はい、ああ、いやいや、そうですね。ちょっとちゃんと誠実なお金の使い方をする方が現実的に、かなり現実的に喋ってくれるからめっちゃなんか、いや、だいぶ限られてきましたね。だいぶちょっと、はい、そんな感じです。ということでゲームに移りたいと思います。あ、ゲーム。はい。このグループでチャレンジしていただくゲームはですね、ゾンカマです。簡単にルールを説明したいと思います。7種類の細胞カードと3種類の特殊カードがあります。手札は3枚
順番に引いては捨てを繰り返し3枚揃うのを目指します。揃えるのは7種類の細胞カードのうちどれでも OK。 3種類の特殊カードはジョーカー、オールマイティの効果がある万能細胞、順番を逆にする逆転の発想、次の人を一つ飛ばしにする睡眠薬です。3枚揃った人はカードを伏せます。誰かが伏せたのに気がついた時は揃ってなくても自分も伏せてください。そして最後に伏せた人が負けということです。まあ、ざっくり説明しましたが、とりあえずやってみましょう。そうですね。はい。ちなみにこの中で今日負けたくない相手とかって今度来ていますか？いや特に。普段こういうカードゲームとかでも古岡騎手とかこう先輩ジョッキーに遠慮したりとかするもんなんですか？いや、僕は特にそういうのがないんで勝ちに行きます。勝ちに行きます。人とは違う、立ててるもんな。確かに立ててカードをね。危ない。じゃあ誰か立ちましょうか。じゃあ足から行きます。はい、はい、お願いします。どうしたんですか？早い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 始まってすぐに。どっち？時計回りで行きますか。はい。緊張する。何この緊張感。ほんまに目が真剣になってきました。めっちゃ緊張するね。何なんかトークしないといけない。そうですよ、ももちゃんなんかちょっとなんかちょっとお願いしますよ。言ってくんないと喋れないよ。なんでももちゃんめっちゃ見てるんですか？面白そうだな。絶対面白いけれど。例えばあの坂井騎手、この前あの大井のレディースプレリュードで、はい、あの学ぶ騎手と一緒に、そうです、兄弟対決やってきました。あれは重賞とかでは以前あったんですか？重賞で初めてでした。重賞では初めて、はい、重賞以外ではは結構もう結構ね10回近くありましたね。あ、そうなんですね、はい、新潟時代から含めて、ね、あ、新潟、なるほどなるほど。ファンの方も競馬場に来てあの境馬券を買って、はい、あのジョッキーの名前が、はい、地方競馬だと名前が乗るんで、はい、買われてたらしいですよ。ちょっと黙っててもらえますか？集中。あ、ちょっとこれ、はい、あれなんだっけ？あ、これ何でしたっけ？なんだっけ？あ、スキップ。あ、スキップなんだけど。スキップなんだけど。スキップなんだけど。うっさ、早っ。早いよ。危ねえ。いや気づいたけど、はいえ、何、いつ？さっきと全然違うね。一回練習したらね、やべ、本当に黙っててもらえる。お話集中攻撃だったから。やっぱ話してるとダメだね。誰が一番ですかね。誰でした？多分俺これ着てきたらもうさ、これ。あ、何でもいけるやつ。いやもうすげえ。いつだいつだと思ってた。岡村さんが笑顔で見てくださってて、どうしたの？初めて気づいた、はい、あー、そうなんや。そういうやらしいことしてる。目つぶやが合っちゃった。はって思って、あ、面白い。じゃあ2回戦いきましょうか。はい、はい、じゃあね、酒井さんからだね、次は。ん？俺から。はい、俺が引いて、引いて、2回戦が始まりました。今日は日曜日なんですが、収録日は競馬の開催はないんですが、今度来て日曜日って普段どうされてます？休みの日になるのかちょっとわからないですけど。休みの日、まあ普通に調教があるんで、レースがなくても、はい、だから調教終わってもう普通にご飯食べて寝てますね。じゃあ今日も調教乗られて、はい、何時ぐらいから乗ってたんですか？今日は5時からでした。あ、5時から。5時っていうとジョッキーの皆さんの感覚でいうと、うん、遅いです。遅い。あ、そうなんですか？ですか？早いと何時なんですか、皆さん乗られる時って？開門が2時半。2時半。真っ暗ですね。2時半。今日2時半からも乗られてたっていう方も、はいはい、
お疲れ様です。そうなんですね。え、その場合何時に起きるんですか。何時に寝て何時に起きる感じですか。あ、でも僕は2時ぐらいに起きて、うん、2時20分ぐらいにもう準備して外出る感じですね、うん、準備早っ。僕はあの家が2軒あるんで、うんうんうん、あの奥さんの、うん、家と僕の家、うんうんうん、行ったり来たりなんで、うん、早いと1時20分です。早い。夜中です。それは夜です。みんな寝る時間に。気になる今の音が。なんだ、なんだよ、なんか持ってるな。全然俺が隣でよかった今な。なんで引かれんじゃん。そうそうそう、こうやって倒すって言っちゃうと思って。全然得意じゃねえな、こういうのはな。はい、3回戦が始まりました。緊張感が伝わってきます。皆さんの緊張感が伝わってきますが、実況されてる。あと最初の緊張感すごいんですよ。すごいっすね。で途中気の抜けたあたりから、そう危ないと慣れてくる。あ、ごめんなさい、引かないと。このさん、なんか古岡が言ってますよ。古岡引かないと。生意気なこと言ってます。いや、あの教えてくれた。ちなみにあのアンケートで、悩みを相談するならっていう質問に対して、紺の騎士と答えた方が3人。少ないね。少ないね。少ないね。そうだね。少ないね。誰でした？誰が一番？一番早かった。嘘、隣やっぱ全然気づかない。いや、もうここですもん。隠しすぎだ。隠しすぎだ。さあ、4回戦目に行きましょう。じゃあ3人の騎手から、はい、時計回りで。で、さっきの話の続きはないんですか。あ、続きですか。うん、紺野さん、紺野騎手がトップで 3秒。おー、すごい。で、紺の騎士も自分と書いていた。自分が書いてたんです。恐ろしい。恐ろしい。理想の騎士像っていう質問にも紺の騎士は3票集めてるそうです。 ありがとう。自分に入れてんじゃねえだ。喋ってて気がつくと終わってるからな。まだ大丈夫ですよ。ちなみに騎手になっていなかったらやってみたかった仕事っていう質問も。あ、気になる。あって、三輪堂騎手は騎手以外は思い浮かばない。おお。です。うん、だってこんな背ちっちゃいんだもん。世の中出たらただのちっちゃいおじさんじゃん。そんなことないですよ。古岡騎手はパソコンを使った仕事。うん、あ、やば。あの、お母さんがパソコンの先生をしてて、で、ちょっとパソコンはできるんで。お、できんの？ちょっとだけということでパソコンにしました。なんか打つのが早いとかですか？いや、あの、Excel とかああいうのをちょっと勉強してます。すごい。意外とできなくてなんか困る時あるから。わかります。習うことがあんまりないから、羨ましいです。さあ、だいぶゲームを佳境にやってきました。どうでしょう。結構続いてますね、ここは。揃わないときは揃わない。そうですね。ちなみに騎手以外でやってみたかった仕事、岡村ちゃん、バックパッカーって。何バックパッカーって。あの、旅行。旅行を表す。なるほどね。世界を、うん。集中しちゃったよ。ダメだ、進んでくるダメだ。似合ってしちゃうのダメだな。これ初めてババア出た。誰だったの一番。あ、こんちゃんだったの。
全然揃わなかった。こんちゃん音立てたもん。えっあんまり得意じゃないな。馬乗ってるのが簡単だわ。かっこいい、かっこいい。いよいよ最終戦です。紺の騎手と風呂岡騎手が1ポイントで並んでいます、はい、さあ決勝に進むのは誰でしょうか。岡村騎手からお願いしたいと思います。じゃあ時計回りで、ちなみにプライベートについて伺ったんですけど、うん、山崎誠二騎手が岡村騎手の名前を、プライベートの親交があるジョッキーということで挙げてらしたんですが、はい、どっか一緒に出かけたりとかするんですか。あの旅行とかもよく一緒に行きます。最近だとどちらに。この間は福岡一緒に行きました。仲がいいですね。その前は香川にうどん食いに行きました。おとといも一緒にラーメン食いに行きました。仲いいですね。みなとみちゃんを飛ばします。初めて出たんじゃないですか。スキップみたいなやつ、うん、ちなみに風呂岡騎手は野畑騎手って答えてるんですけど。そうですね、なんとなく一緒にいますね。でも野畑騎手はいないって答えてるんですよ。あいつ、いつも一緒にいるな。あいつ、そんなにいつもいらっしゃる。いつも一緒にいるんです。あ、そうなんですか。一緒にいて、うん、お金のため方の相談をしてる。お金のため方。いや、わかんない。私も知りたいです、お金のため方。いや、あの今、サカツ頑張ってますから。サカツ、サウナ。あー、あー、そうです、サウナ。あ、順番がこっち。これ。ちょっと急に真剣になってきた。ちなみに風呂岡騎手って答えてるのが新原騎手なんですよ。おえ、なんか皆さんこう片思いなんですよ、なぜか。あ、そうなんですか。はい。心ここにあるのかな。いや、ちょっとこっちに半分。ありますね。気持ちが。いや、半分でかほとんどこっちだ。8割ぐらいこっち。でも皆さんの行動が分かるように、結構仲いいんですね。全体的に川崎ジョッキーの皆さんって。なんか呼び名もなんかね、皆さん、なんて皆さん呼び合ってるんですか。それはな、言えねえな。言えなぜ気になる。なんかサンちゃんって言われてて可愛いなと思ったりとか。ポンちゃんとか。ねえ、なかなか聞けないから。怖いな。普段こう皆さんで集まってこういう風に遊ばれるとかあんまないんですか。それはさすがに。まあ、時期が時期だからね。うん、あ、まあ確かに。この前も案外集まってバーベキューとかするのは多かった。あ、バーベキュー。誰が焼き職人になるんですか。あ、そうなんですか。買い出しから全部。買い出しから。後片付けまでやります。逆回しにします。あ、いや。なんか若手の仕事かと思ってます。違うんですね。まあ、若手が働かないんですよ。そうなんですか。働かないんですよ。誰が一番。え、誰でした今、はい、あ、私が。すごい。向かいで気づかれて、まあね、真正面だと分かる。岡村さんで気づきましたよ。こうで、最後が近藤さん。全5戦が終わりました。それでは勝者を発表したいと思います。グループ A 勝ち上がったのは古岡裕樹騎手です。ありがとうございます。ありがとうございます。優勝した喜びの声を聞かせてください。そうですね、ちょっとなかなか先輩ジョッキーに勝てない部分が多いんで、こういうとこで勝ってよかったです。では、皆さんにも一言ずつ今日の感想を伺いたいと思います。ではまず今度騎手。初めはちょっと難しいかなと思ったんですけど、すごい楽しいゲームでした。面白かったです。ありがとうございました。では酒井騎手。一番に なれなくて悔しいです。では岡村騎手。はい、楽しかったです。ありがとうございました。では三輪の騎手。またこういう機会があったら
ぜひお願いします。嬉しい、ありがとうございました。ということでグループ A 勝ち上がったのは古岡優希騎手でした。川崎ジョッキーズゲームカップ、次回もお楽しみに。